今年はシラフです、はい、あ、これっていいやつなんだよ。アリスか。そうっすかね。ノリですね。ノリ。あ、こっちもあります。こっちの方が。ジョイントじゃない一番。はい。お前持ってるよね。持ってるんですよ。1万円か。さっき差を持ってる。ハゼル券交換150万円。ハズレ150回外れたら。そうですね。90万円。まだ結構残ってますね。25枚でブラックボックス。はい、あ。20枚って7000円。はい、あ。まあ、運勢すごい。TW 90枚ってことは3万、300円、2万。途中の半端なやつが当たる可能性がある。結構やっぱ相変わらずいいもんだ。これは全然いいよね。6枚とだったら。これはめっちゃ去年釣れましたね。愛知系の中では。うん、秘境じゃなくて。え、秘境じゃなくて。秘境とか明かりガンガンの水門とか。それも秘境じゃねえか。もうそれは秘境だよ。そうですよね。秘境じゃないよ。秘境だよ。それ秘境だよ。お、とうとうアブソが入った。しかも超安いじゃん。駆けつけの一杯入れなくていいの。シラフで。とりあえずあの去年のウォッカぐらいグッと入れてさ、あの去年ベロベロの状態で反省点もあって。去年だから。あれ去年だ。泥酔、泥酔状態。一昨年くらいじゃないの。はい、行きます。行ってください。はい、今年はシラフです。じゃあ行きたいと思います。明けましておめでとうございます。お願いします。参加福祉1万円。あ、明けましておめでとうございます。今年調べたんで、ここら辺ぐちゃっと大丈夫。大丈夫、ペイペイでも払える。じゃあ、じゃあ、覚悟で。はい。何？33枚か。33枚。あそこから33枚。はい、わかりました。33だよ。去年まず数えられなかった。今年はちゃんとね、数も数えたからちゃんと混ぜて、はい、俺が混ぜる。33枚。シラフだと思えない。行きますよ。カウントダウン13入る。あと3番。トップ3が。トップ3出ます。これですね。そしてこれ、はい、サオリールサオ。ああ、リールリール足りる。あ、まあ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 、まあ、すいません、ちょっと寝起きなんでキレが悪いです。持ってきた。はい、あ、はい、じゃあ33枚がいきました。じゃあここで、ここでね、ここで相当開けてくる。何で一応ここでいいか。きたー。大丈夫大丈夫大丈夫。まだ32枚。大丈夫。32枚。アイアローにまだ近づいてくれ。アイアローが欲しくてやってるだけだから。おお、すごいね。今年いいね。おい、100番。100番。100デックス。え、もう一個。今年調子いいんじゃないですか。もう当たり2枚だよ。そう。これサオリールいっちゃうかな。お、103連チャン。100か、それ。100、100、100ってこう連続で。
力強いよ。来てんじゃないの、2021。これは編集してたらすげえ投げてた。スピード100来た。100の鬼だな。200みたいな。ディープ X だ。200ですね。200丸飲み関係。丸飲み関係ですね。来た。よし、でもアイアローが。アイアローチャンス。200来た。200ってなんだ。そうでもない。そうでもない。200の方がワームだ。ワームですね。白俺はこのもう10枚ぐらいいいんだね。そうですね。早い今年当たりいっぱい入ってる、うん、透明というか無地が当たりみたいなもんですからね。200丸飲み関係。そろそろじゃないの。そろそろリールが1本くるんじゃないかなって。よし、ね、はいはい。すいませんね、今年は酔っ払ってないからあんま面白い。あ、100ディープ X100 です。酔っ払ってないとあんまり面白くないと思う。白い。いやでもね、これ無地が嬉しいからね。いや無地はね、無地はね。100プラグいくつ手に入れてんだよ、これ。やっぱ僕なの300円でもうプラグ当たりまくりですよ。100ラッシュだな。100今年いっぱい入ってるな、これ。白より。どういうことだ。すごいか。え、マジですか。すんごいペースで100出てますよ。出た勢い。興奮して破っちゃった。白。あれ、これやばいな、これ。結構なペースで白だね。100が30枚当たったら差を取るかとか。そう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 。あれ、え、カウントまだ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 。そろそろリール100あと10枚ぐらいかな。そうですね、結構いいペースで上げてます、ね、多分これなんかね、リールかサオだ。100だらけだ。100だたまに。これはなんか聞いちゃったもん。まだまだいっぱいあるから、まだまだ戦います。楽しいね、正月でしたね、こういうのね。いいねアイアローがどんどん増えていくので、こういうすごいですよ。アイアロー今買ったらももらってるからおかしな感じになっちゃって。100あー、いいなー。田中もクランク祭りじゃん。クランクベース今年も大丈夫ですね。あれ、もうあと3回ぐらい。4000分ぐらい。もういった、そんな。あ、もうラスト3枚ぐらいになりますね。じゃあこの3枚でリールが出て、竿が出て、アイアロー、アイアロで、じゃあラスト3枚いきますよ。アイアロだね、まあ、いわイコールアイアロだね。みんな緊張してきました。緊張してきて、スリジャンピング100やっぱ最後にね、最後の一枚ですよね。これやっぱドラマ見せるね、やっぱね。すいません、わざと持ってきたな。ああ、そんなことある。いきます、ラスト1枚。アイアロこれと無知がアイアロって名前になっちゃう。オッケー、もう終わった。100はとりあえず100は何枚。100がすごい。10枚以上いったよ。そんな、うん、とんでもない。どこは10枚以上。これが、まあ、いわゆる当たりの件ですな、はい。200が2、200が 3枚ぐらいありますね。で、100
6で、これが当たり券だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個10、100 10クランクベイトの2ワームの、あとはこの無地の分何か、無地は何枚？11枚。無地は何枚？無地は違うよ、11枚じゃないですか。21枚21枚あるんだ。じゃあと4枚無地があったらリールと交換じゃん。え、マジか。じゃああと4枚引けばいいか。でもお前マジか100枚出んだろ。それ結構キーポンあるあるですね。25、うん、無地が欲しかったのにパターン。ちょっと待って、まず俺が言った。はい、山田先輩が戦いに行く。どっか、じゃあ、あちらのじゃあ、縁起がいい4です、了解、はい、はい、じゃあ、あちらで4回取ってください、はい、三角くじマジック三角くじマジックしますじゃあ、行きますよ、行くよ、あれでもクライドさんの大会で帰着遅れになった半分じゃない半分めちゃくちゃ金額じゃない1900持ってた結構いいとこ行ったじゃんいや後から計算したら4位だったひどい4枚4枚、はい、4枚、はい、2回出て1回は骨折したままで行きますあ、やばっ200! 丸のみ関係200が出ちゃったあ、なんか今100もう1枚無事無事27おお当たり27当たりやったちょっとおら来たちょっと今やった27来たちょっと見に行ってみますやった27じゃあ早く2727 27キャップキャップって書いてキャップどうですかキャップ長おめでとうございますキャップですキャップ長絶対キャップかぶんないけどそうですねでも縁起がいいんでじゃあこれに譲渡するとまだまずいまだねキャップですやっと4枚え、じゃあ山田さん1万円引いたらなんか竿出ちゃうんじゃんやめろ、煽るんじゃないだってそういうことじゃない煽るんじゃないだってそういうことじゃない27か27それが100の玉、うん、こっちも無事そう21枚あったいいなぁ、どの子何番1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19枚じゃああと6枚6枚やったら6枚でブラックマークスでもそしたら IR もらえなくなっちゃうそうそうない、そういうことないブラックマックスだタコ用だよタコ釣れるからブラックマックスがどんなリールかちょっとあのブラックマックスってどんなリールでしたっけギアキは 6.4 対1散々 IR を騒いだそうだよねじゃあちょっと考えた方がいい深井やりましたキャップ深井1200円がおニットもすごいつば付きのおめでとうございますやりましたもう一つでブラックマックス賞にしとこうかなああいましたねでこれでなんか3枚
握ったやれよ。今でもカメラに抑えられてる。ちょっとあれ増えてる。これありですよ。ちょっとありです。ずるじゃない。じゃああと4枚、4回は1200円。増資1万200円やろみたいな。ブラックマックス賞でしょ。でしょ。はい、4回。これでまた当たるとややこしい話。そうだよ。あ、三角くじ魔人の人ですか。三角くじ魔人の人ですか。ダーマシンで三角くじ魔人。三角くじ魔人のところから4枚ハズレを手に入れなければ。ほらすぐ当たるからね。良心的だから。当たるやついいの。一律三振。じゃあこれもう三角くじ魔人ありがとう。はい、じゃあ、はい、ね、無事ね、こっち白これで当たり、無事欲しがってる。当たりが出るとあいやろ、あいやろ。わあ100 また一回引かないとダメじゃん。23なんだ。23なんだわ。23なんだ。帽子帽子23。いや違う、ビッグプラグ賞、プラグ賞、ビッグプラグ賞いただいた。おめでとうございます。ビッグプラグ賞。なんだなんだわ。コードネームバスがいいです。出ないし。じゃああと600円買わなきゃ。ビッグプラグ賞、ビッグプラグ賞だよ。あと600円引かないといけない。ややこしい。ブラックマックスが手に入らない。すいません。あと2回。欲しい。ご融資の方で。はい。ご相談。はい。ご融資の方で。はい。あと2回。あと2回で決める。あ、三角くじ魔人の方ですか。三角くじ魔人の方は、三角くじ魔人の方が白を出していただきたい。もう全部当たりたかった。全部当たる。スキーポーさんはね、ほとんど当たってるから。三角くじ魔人ありがとう。ここではもう白を確実にしてスマイクいきます。あ、尺白勝手に入らない。あ、もう白勝手に入らない。ちょっと待って、もしかしたら。あと1回。なかなか伸びない。あと1回だけ。あと1枚だけ。あと1枚欲しい。お願いいたします。これだ。これ。一番上からもポンと取った。ブラックマックス。これでブラックマックスと当たりが。最後。財布はちゃんと。今どこ落としたの？何枚？25枚。あ、ポケット、ポケット。1枚が抜けた。逆サイ。ほら、ある。あるって見えてる。見えてる。ほら。いい加減にしてくれよ。25枚。1枚をちゃんとしまくりしてんかと。25枚ともうちょっと硬いポケットの方に入れてちゃんとしましょう。じゃあこれでリールゲットだぜの、はい、当たり。すいません、はい、聞こえたんですけど25枚あるんで、はい、お願いします。当たりこんなにいっぱい手に入っちゃったんで、まだ23は未知数だもん。そう、ビッグプラグ賞だもん。きっとね、多分あのロマンメールとかそういうの。25枚。はい、ブラックマックスがいいです。はい、きっとよかった。
しぶりに会う。副出演料として柿沼君にこのリーグあげる。そうですね。かっこいい。かっこいい。じゃあこちら。おお。お願いします。はい、OK です。ありがとうございます。やったー。やったー。はい、あ、え、それこれです。あ、すごい、これ買おうと思ってたのに。あ、シーバス入れるやつじゃん。選んでいただきます。エヌグリですよね、うん、あ、2もいるじゃないですか。こちらを選んでください。あ、ホワイト、あ、すごいすごい、これ2もじゃない、2もですね、ここは。あ、これ国境ですよ、2もエヌグリ、ありがとうございます。あと当たり券を確認してもらった方がいいですか。はい、今年多めですかね、コロナ禍に。これ不正してないですよ。今年はやってない。じゃあ演技不正したわけですか。酔っ払ってんのも演技だから。身内が偉いこと言ってますよ。不正は試合だけにしてくれよ。こんないでください、こんないでください、こんないでください。これ23出した人しかダメなんですよ。3,200円か。売ってない、売ってないんだよ。払えば買えるんだ。売ってないや。113。はい、13。113。200が2個。はい。じゃあこちらで。はい、選んでいきます。はい。前ネットとかあったんですか。ネットあった。クッターネットとか。これはもう当たりが出てる。クッターネット。いや、20枚、外れじゃないんだよ、そうなんだよ、それが大変なんだ。どうしよう、13個も選ばない。松田監督出てる。同じ、まあ、カラー違いです、浅間さん。13個だからどんどん選ばない。ちょっと気が配置が全然違え、物が違え。じゃあこれで、多分13個、13個。あとは、もう山のようにあった。これだろう。これできるじゃん。これしかないだろ。下にあったよ。ファンだからね、ファンだからね。山さん、これそれするじゃん。マジ、これそれするじゃん。いっぱい持ってるから。はい、2キロぐらい、はい、重さで売ってるやつじゃないですか。大体どれぐらいかキロで買うから。そういう感じなんかいっぱいあるけど、あ、じゃあちょっとここはちょっと釣りにかかって、まあ、これで、はい、ありがとうございます。これが13個、だいぶ率いいっすね。そうですね、もうちょっと、あ、すごいっすね、プラグでそんなにこんなに、13個当たる気にちゃったんで。あれ13じゃないの、今12。危ない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 、危ない危ない危ない。そしてこのプラグ結構いいっすよ。いいですよね。自分結構釣りました。あ、マジっすか。クランクはすごい使いそう。あ、じゃあクランク増やす、シンクル増やす。
はい、13。13個と当たりの N グリーンで、これ返して13。はい。はい、ここから2個足しました。はい、ありがとうございます。はい、あ、大量だぞ。すごいよ。大型袋が出た。ありがとうございます。ただ。当たりもいっぱいつけましたけど、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。またにします。はい、やったー。いや、いいし、欲しいんじゃないですか。いや、俺はもうアブっていうのはこうしたの付き合いでやってるからアパレルで契約してるから。